流が。あ、超列流。うん。これこっち入れやる。超スプーンヘッドで、色がもう発色して、もう顔も描かなきゃいけない。ほんまや。本来豚が、はいはい、豚系の魚があまり発色遅いですね。あ、そうなんですね。まあこれが普通ですね。うん、あ、なるほどなるほど。なるほど、発色してないですね。全然全然違う。まあ、あっちの方がやっぱりすごいね。すごいですね。同じ乳化ですよ。こっちが。そうですね。これがもう。こいつも赤いの。これはあの、ショートボディ。これはショートボディ。違うんですよ。あ、違う。あっちはだから珍しい。うん、これが大豚の。大豚、あっちはね。うん、全然違う。これはショートの。あ、うん、で、これがセミショートの豚。セミショート豚。あ、で、下にショートの豚がおる。これも入荷したばっかり。おこれがショートだった。おやばいなこれ。ビッグサイズ。うわめっちゃ綺麗ですねこれ。うん、まだライトもいいし。うわかっこいいなこれ。うまいな。やめてくれんかいよ。一ミランド行って生まれつきや。ほんまほんまやね。で忙しいロシオロシねこれ。全部全部笑ってますね。そうです。これかわいいねこれ。顔これこれね。これやばい。これやばい。これやばい。あいつもやばい向こうのやつ。この子もやばい。ほんまや。半面黒。ほんまや。はい、違うよ。見ても飽きない。うん、これはやばい。これはやばい。マジで。今、声優ライトの上にある。ここはそうやね、ほんで、これ性格に。めっちゃいいね。かっこいいですね。かっこいいね。これ持てたらもういいね。これはもうほんま、せやけど、あれはな、やっぱり人間すごい好きやろ。あうわこの相手最高やね。ね、24金の相手や。24金ロレックスやね。うわ見せようね。ね、最高なんだけど。最高。餌やりましょう。はい。めっちゃでかい。金魚すくいが金魚すくいが始まります。貴重映像です。貴重映像金魚すくいです。こんな見たことないですわ。金魚出た。でっか。うわぁ10万円ぐらい作ってますよ。
見てこれ飛び跳ねないんですね。こんなにたらいに入るんやなこれ。え？どうやって持っていくんやろね。見てこれこれ。こんな入る。なんか入ってる。これで何本ぐらいなんやろね。40匹ぐらいが運ばれております。陸食やん。おー、これ。なかなか。おお、これあれなんかすごいですよ。これあのラブラディナウルトラショー。ウルトラショー。あのラブラディナ模様がそんなに赤くない。いや、やっぱり魚の見分けるやっぱりね。ええ、うん、僕も力がね。うん、熱帯魚僕38年ぐらいやってるから。それはすごいわ。趣味からね。ええ、趣味から始めたんですか。そうそうそう。もう見たら欲しいだから。最初はしょうもないアロアナコだったけど、これはナイトなしで。先のおおちゃうわ。下も家の俺や。もう一匹いいな、もう一匹あのブラジナゴルテン。これ。タイからもどんどん来る。すごいですね。このカラブロはびっくりした。これウルトラショート。ウルトラショート。これがあの現地のワイルドのエンゼル、あのだ、アルタマス、これ、うん、エンゼルじゃないんですね。エンゼルフィッシュの仲間で、もう一番あの王様が、これなんてかっこいいか言うて、ね、これまあまああのスプーンヘッドでこれ、はい、体が形がこうすごい、ちょっとあの下ミネがちょっと折れてるの。あ、そうなの。ここね。おお。うん。ゆね暴れてね。いやでもなんか優雅に泳いでますね。うん、貫禄やねなんか。そうです。はい。これバイクリネタ150万。言うてんよ。150万。150万。言うちゃった。あのこれやるたってない。ああ、そうなんです。いやー。この魚感じ。将来中が、まだ今2歳ですかこれ、2歳ですってこれ2歳、やばいっすねこれ、ちょっと木洗いが、ね、あ今クビアが繁殖して、うん、おゴキブリさん、ゴキブリのあの繁殖したんですか、繁殖して誰が見んねすごい食べるというよりも吸い込んどんね、吸い込みやね、さすがやね、吸い込みや、うわプラチナパーカーホーパーカーホーこれがこっち、ちっちゃい方がタイガーバルフのもう好きなやつ見たらやばいやろね、触れがね、うん、はぁ2匹売約です、売約、うん、うわうわうわ、来た来た来た、もうこの辺だったらもう超マニアやね、うん、初入荷、初入荷、桜錦って言ってた、うん、桜錦、桜錦ですね、すごいかっこいい、金魚ええなぁ、オランダの桜錦、これ桜錦、オランダの桜錦、金魚がいいな、癒される、こっちディープサイズの黒いやつ、ね、いいなこれもダイヤ、赤いとこ赤いし、黒とこ黒いし、白とこ白、うん、
あのはっきりしてるね。すごい赤いですよ本当バター、うん、だから太陽の色本来のそう魚の色です。その本来の魚の色をきれいからこう、はい、太陽の光でもっときれいに見える。このライドが僕作ったんです。どこで売ってるんですか？これね、僕まだ販売出してないけどまだですよ、皆さん納得するやお客さんしか売ってない。だからまだ中に商品化してないと。商品化になってるけど、申請出さなあかん。申請日本のSP、なんか PS か SP か、なんかはいはい、はい、マークがつけへんかったら販売できない。知り合いには販売できる。でも僕が、友達を譲ってあげるとか、それできる。納得するお客さんにしか渡せない。でこれ消したらね、普通のライトね、この、これ普通のライトね、ああこっちでもええのにね、ほんまは全然ちゃうやん。同じ LED ライトだけど。見ました皆さん、全然ちゃいますよ。さっきの全然ちゃいますよね。これもう一回ね、見とってください皆さん、これ魔法ですよこれ。おこれスネークヘッドが、スネークヘッドが引っ越し行きました。でっかいわ、社長びしょ濡れ興奮させて、もっと動かす。おー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 おお。綺麗だ。明るくなったね。これライトが開けたらすごいよ。もうネットにもう販売してるってこと。うわーすげえ。うわー。めちゃうつぼし。今綺麗ね。うん。向こう向いたらこっち向いた。こっち向いて。いやー。めっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いな。すごい綺麗。たまらんねこれ。手のひれ赤いしね。これ可愛いね。これめっちゃ可愛い。これはこれ。うわ。見せようね。ね。最高なんだけど。最高。今朝やりましたね。はい。欲しくなる。洗わながらやっぱり良くなるね。目まで金やね、これ。目の縁まで綺麗に金やね、これすごいね。どこ行った